お疲れ様でーす。ポンです。いつもグッドボタンにコメントたくさんありがとうございます。嬉しい嬉しいです。はい。それで今日のどうでもいいプライベートの話なんですが、昨日 YouTube お休みして大変申し訳ありませんでした。直樹、抹茶の射程の直樹、直樹の仕事の件でね、ちょっと大阪に来てるんですよ。自分のね、昔からお世話になってる人がいてるんですけど、その人にね、直樹が、ある仕事の件でね、頼み事をしてたんですよ。それで、その人がね、ちょっと体調悪くて入院してたんですよ。それで、急遽ね、先週退院して、今日なら会えますよっていうことで、昨日連絡が来たんですよ。それで直樹に言ったら、会って話しときたいですと。それで、じゃあ直樹行くかと。そしたら、行きますと。それで、自分一緒にね、大阪に直樹と一緒に来たんですよ。それで、まっちゃんもね、来たがってたんですけど、まっちゃんは、娘の旦那の親とね、昨日の夜、食事会だったんですよ。娘夫婦がまだ一緒に生活するっていうことになって、親同士も久々に顔を合わせて食事でもしましょうかと。そうなってたんですよ。それでまっちゃん来たがってたんですけどね、無理だったんですよ。ものすごく悔しがってました。はい。それでね、その自分の知り合い、直樹と一緒に仕事ね、絡んでしょうかと言ってる人。その人が、串カツ食べたいってなってね、一緒に新世界行ったんですよ。直樹と自分と、その人と、で、もう一人友達と4人でね、新世界行ったんですよ。久々に行ったんですけどね、むちゃむちゃ変わってるんですよ。新世界が。びっくりするぐらい変わってるんですよ。昔のね、面影というかね、雰囲気がほとんどないんですよ。ブツ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 ね、独り言言って歩いてるおっちゃんもいないしね、その辺で寝てるおっちゃんもいないし、あと、おばあちゃんの売春婦、そんなんもね、全くいてないんですよ。昔はね、売春婦のおばちゃん、もう60、70のおばちゃんがね、いてたんですよ。立ってたんですよ。そんな人も全くいてないしね、酔っ払ってね、叫びながら歩いてる人も全く見ないしね、昔の面影が全くないですよ、今。でもね、何が一番変わったかって言ったらね、匂いが変わりました。昔はね、おしっこの匂いしたんですよ。街全体がおしっこ臭い匂いがしたんですよ。でもそんな匂い全くしませんもんね、今。それと治安もものすごく良くなってますよ。昔はね、自分らが子供の頃ね、あこに夜中出入りして、新世界にね、どっかに連れ込まれて何されても文句言われへんっちゅうてね、行ったものが悪いと、その場所にね、それぐらいのことを言われてたんですよ。西成はもちろん当たり前のことですよ。西成は当たり前なんですけど、新世界もね、隣なんですけど、あこに夜中行ってどっかに連れ込まれて何されても何も言えないと、それは女の子でも男の子でも一緒ですよ。ホモのね、変な人いっぱいいたんですよ、昔。でもそんな人らに何されても、そんなとこに行った人間が悪いと。そういうふうに言われてたんですよ。それぐらい治安も悪かったしね。もちろんヤクザも多かったしね。でももう、ヤクザの姿も全く見ませんでしたね、昨日は。日曜日だからかわかんないですけど、柄の悪そうな人が全くいてないですね。自分結構ね、新世界に思い出があるんですよ。いろんな思い出があるんですよ。住んでた時もあるしね、あの近所に。それで昔ね、通天閣の近所にね、もつ鍋屋があったんですよ。夜中まで開いてるね。今あるんかどうかちょっとわかんないんですよ。昨日見てないんですけどね。そのもつ鍋屋ってね、ヤクザがものすごく多かったんですよ。靴脱いでね、その店入るんですけど、テーブルとテーブルのね、間隔が狭いんですよ。それでよくね、後ろの人とか、横の人と手とかが当たるんですよ。それで、ヤクザが多いからね、本来喧嘩になっても不思議じゃないんですよ。でも喧嘩にならないんですよ。不思議と。
あ、すいませんつ、あ、いいですよとかね、爽やかな感じでそこではご飯が食べれるんですよ。それでみんな飲みに行った帰りだからね、基本寄ってるんですよ。夜中に食べに行くからね、そこには。でも喧嘩にならないんですよ、お酒入ってるのにね。それである時ね、自分ら 7,8 人で食べてたんですよ。もしかしたらこれね、以前に話してるかもわかんないですけど、ちょっと覚えてないんですけどね。それでまあ自分ら食べてたらね、国政会の初代会長の前田のおじさんが入ってきたんですよ。お姉ちゃん何人か連れて、男の人3、4人と女の人5、6人で入ってきたんですよ。それで結構ね、お店にお客さんが入ってたんですよ、その時。それで前田のおじさんやってなったわけなんですよ。おじさんが来たと、たくさんで来てるからね、座れないんですよ。まあ自分らが仕切ってね、ちょっともうちょっと寄ってもらえますかとか、ああですよこうですよってね、席を作ったんですよ。それでおじさんに挨拶して、俺のことは気にせんと、お前らお前らで楽しめよって言ってね、まあ言ってくれて、自分らの方が先食べ終わって帰る時に挨拶したんですよ、もう一回。それでお会計したらね、取らんといてくれよと、あの席のやつは俺が払うから取らんといてくれって言ってね、言ってくれてて、それでいやおじさんダメですと、自分らで払いますと、おじさんにごちそうになるわけにはいきませんと言ったんですけど、そんなもん俺に恥かかしたらあかんがなって言って、ごちそうさんでしたって言って、気持ちを変えらなあかんって言ってね、言ってもらって、それがね、嫌味も何もないんですよ。自然体なんですよ。自然体で接してくれるんですよ。喋り方も自然なんですよ。何もね、後まで考えて喋ってないんですよ。前田のおじさんってね、小柄なんですよ。身長もね、高くないんですよ。でもね、何か大きく見えるんですよ。だからそれがオーラなんですよね、おそらく。自分ね、何人かプラチナのおじさん喋ったこともあるしね、会ったこともあるんですよ。でも前田のおじさんはちょっと違いましたね。空気感がやっぱりありますよね。まあ何人かね、この人は違うなっていう人自分の中でいてるんですよ。でもやっぱり前田のおじさん違いましたね。自分がね、この目で見て、やっぱりこの人は違うなと、この人はすごいなと思ったヤクザの中の一人ですね、前田のおじさんは。はい、二代目の鶴木のおじさんももっと頑張ってほしかったですね。神戸山口組行かずに6代目山口組で残ってたら、今頃バリバリ我が頭補佐か何かでバリバリやってたと思います。はい、二代目の後半、その神戸山口組行く頃はわかんないですけどね、鶴木のおじさんが二代目取った当時なんか人間もめちゃめちゃ多かったですからね、力ものすごくあったと思います、当時の国政会。だからもったいないですよね。まあでも仕方ないって言えば仕方ないんかもわかんないですけどね、どうしても神戸山口組に行かないといけない何かがあったんでしょう、おそらく。でもまあ自分だからしたらもったいないなと思う組織の一つですね。はい、それでね、話変わるんですけど、昨日のね、動画編集してくれてる方が上げた動画ね、いつもみたいに今日 YouTube お休みしますと、申し訳ありませんと、それだけと思ってたんですよ。コメント読んでたらね、まっちゃん最低ゲラゲラゲラとかね、それでどういう内容やろうと思ってね、動画を見たわけなんですよ。そしたら自分のいいことを書いてくれてるわけなんですよ。それはちょっと違うやろうと、自分はそんなにいい人間じゃないんですよ。いい人間に見せるのが上手なだけなんですよ。いい人間ではないんですよ。どこまで行ってもね、ヤクザで飯食べてきた人間なんですよ、自分は。だから人にね、いい風に見せるのは上手なんですよ。昔はね、そういう風にしていい人に見せかけてお金につなげてたんですよ。今はただお金につなげてないだけなんですよ。確かにね、編集してくれてる人の旦那さんがガンになったと、協力できることは協力しようと、良くなってほしい、治ってほしいと、もちろんその気持ちはあるんですよ。でもね、たかだかそういうことをしただけでね、いい人、この人はいい人やと、それは騙されやすい性格ですよと、逆に自分は言いたいです。
はい。それで、まっちゃんをね、最低度、書いてあるのはね、あれは、まっちゃん、2回ぐらいね、編集してくれてる人と、顔を合わせたことあるんですよ。それで、初対面の時に、自分が、まっちゃんを紹介したんですよ。その、編集してくれてる人にね。それで、編集してくれてる人が、まっちゃんにね、キャラを作ってるんですかと。YouTube のために、キャラ作りですかと。まあ、そういうことを聞いたんですよ。そしたら、まっちゃんは、もちろん、キャラ作ってるよと。俺はそんな人間じゃないよと。ポンちゃんが面白おかしく言ってるだけやと。まあそういうことを言い出したんですよ。そしたら編集してくれてる人が、ショックですと。私はそのままの人だと思ってましたと。まあそういうことを言ったんですよ。そしたらまっちゃんがね、そんなわけないやんと。俺はもっとダンディーな男だからと。そんな風に見られて、ショックやと。まあ逆にまっちゃんはね、そういうことを言ったわけなんですよ。それで YouTube の話をしてたわけなんですよ。どこまで喋って OK なのか、どこが NG なのか、字幕を入れたら投稿できないとかね、まあそういう話をしてたわけなんですよ。そしたらいきなりね、その編集してくれてる人に、一番ポンちゃんの話で何が好きってまっちゃんが聞いたんですよ。そしたらちょっと考えてたんですよ、編集してくれてる人がね。そしたらまっちゃんが、俺が当てようかと、何が好きか当てようかと、はい当ててくださいと、まあ、そういうふうに言ってきたんですよ。そしたらまっちゃんが、ポンちゃんの変態話好きやろと、覚醒剤使って変態セックスしてる話大好きやろと、それ聞きながらもじ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 なってるやろと、まあ、そういうことを言い出したんですよ。そしたら編集してくれてる人が、そんなんなってないですよって言ってね、言ったんですよ。そしたら、いやと、絶対になってると、もじもじなってると、もしかしたら今もじんわりべちゃーっとなってきてるん違うって言って、そしたら、いやなってないでしょと、仕事中ですよと、ならないですよって、ね、まあこういうふうに言ったわけなんですよ。そしたらまっちゃんが、よっしゃわかったと、2回目は言わんと、2回目は言えへんから1回触らせてくれって言ってね、そう言ってやらしい指のね、手つきして手を持ってったわけなんですよ。そしたらね、編集してくれてる人が本気でいやーって言ってね、言ったわけなんですよ。そしたら上司の人、最終チェックする人ね、その人が慌ててね、隣の部屋から来たんですよ。どうしたんやどうしたんやと、自分らが何か言ってるん違うかと、何かしたんちゃうかと、そういうふうに思われてね。それで、いや、何もないですと、大丈夫ですと、その、編集してくれてる人も言ったんですよ。そしたら、まっちゃんがね、いや、違うんですよと、自分の、チンコを、見せろ、見せろ、見せろって言うから、もうしょうがないなって言うて、今、出したんですよと。そしたら、あまりにも、立派すぎて、びっくりしただけなんですよと。旦那さんの、小さい小さい、そちんと全く違うと、すごいと、このようなものとは思われへんと、一度私にぶち込んでくださいと、今そういう話をしてたんですよと。じゃあ今から入れようかと、そうなってキャーと、そういう声を出しただけなんですよと、心配しなくていいですよ大丈夫ですよって言ってね、まっちゃんが言ったわけなんですよ。そしたら編集してくれてる人が、本当に最低な人ですねと、本当に最低ですねと。動画のまっちゃんよりも。だからね、編集してくれてる人とまっちゃんとのね、この会話を動画でしろよと。ポン、お前、それまだ言ってないやろと。それを言えよと。まあそういうボールを自分に掘ってきたのかなと。そう思ってね、今日この話をしたんですけどね。